では、時間になりましたので、今日のシビックテックライブを始めていきたいです。画面は皆さん見えておりますでしょうか？大丈夫ですかね？はい。では、進めていきます。はい。今日は29日ですね。オープンデータを作ろう、使おう、考えようというところで、1時間ですね。短めにはなるんですが、シビックテックライブという形で進めさせていただきます。で、最初にオープニングで、このイベントについてとシビックテックについてお話しした後に、オープンデータについてお話をして、パネルトークをして、最後質疑応答、皆さんの質問だったりに答えながら一緒にお話をして、おしまいという形にしていくので、コメント欄で、チャットで随時感想だったり、質問だったり、疑問、あるいはわからない単語があったりした時も、気軽にそちらで反応してください。今日はですね、山形さんと石塚さんをゲストに迎えてオープンデータについてお話をします。はい。で、ごめんなさい。司会が私ですね。竹貞がお送りします。で、最初にコードオブコンダクトと、プライバシーポリシー、アクセシビリティについてお話しして、簡単にチャットを使ったアイスブレイクをしてからイベントの目的についてご説明します。コードオブコンダクト、行動規約についてですが、コードフォージャパンのすべてのイベントは参加者の皆さんと、プロジェクトオーナーですね。ハックデーとかだとプロジェクトを持ち込む方がいらっしゃるんですが、その方だったりスタッフを含めてみんなでイベントを作っていくという形になっているので、この行動規約というものを皆さんご確認いただいてご参加いただくようお願いしております。内容としては、細かいことは GitHub に載っているリンクから飛んでみていただきたいんですが、敬意を払いましょう。価値を認めましょう。意見を聞きましょう。対話をしましょう。言動には責任が伴います。ということで、皆さんが過ごしやすいように、他の参加者さんも参加しやすいようにというところで、意識をしながら、積極的に参加をしながら進めていってください。で、プライバシーポリシーについてなんですけれども、こちらですね、集合写真だったりとか、イベントの様子を広報などで使うことがあるので、映りたくないときは、顔をアバター使っていただいたり、映らないようにしていただく。で、逆に名前表示を残したままだと、画面に名前が映ったままになってしまうので、名前の変更なども必要に応じて行っておいてください。次に、UD トーク、アクセシビリティの聴覚情報についてですが、こちらアプリで UD トーク見ていただくこともできますし、ウェブブラウザで見ていただくこともできますので、後ほどチャットでリンクをお送りするので、こちらご確認をお願いします。ではですね、最初にアイスブレイクなんですけれども、今日の朝ごはんですね、皆さん何を食べましたかというところで、梅雨入りした地域がいくつかあるという、地域がいくつかあるということなんですが、さっぱり系、スタミナ系、いつものなったり、何を食べたのか、チャットに教えてください。はい。たっくんは、プロテイン。はい。プロテインっていうのは、プロテイン、粉のやつを食べたってことですかね。チーズ。単品でチーズ。パン。ポテト。みんな元気です。トマトパスタ。納豆とバナナは一緒に食べるんですか？お、なんかみんないろいろバラエティが豊かでいい感じですね。はい、ありがとうございます。こんな感じでチャットをどんどん書いていっていただければと思いますので、お願いします。はい。ではですね、続いて、シビックテックライブがどういうものなのかっていう、このイベントがどういうものなのかなんですけど、初心者の方にも楽しんでいただけるように、シビックテックについてのトークをしていくようなイベントを目指して企画をしております。シビックテックって何なの？シビックテックは気になるけど何から始めたらいいかわからないという皆さんに対して、気軽に参加していただけるようなイベントにできればというところでやってきてたんですけど、すごく私たちにとって身近なキーワードであるオープンデータの会っていうのは実はやったことがなかったんじゃないかということで、今回基礎に立ち戻ってオープンデータ基礎編という形になっております。はい。で、シビックテックについても、
簡単に今日初めての方もいらっしゃるのでお話をしていくと、シビック、市民化、テック、技術を使ってチャレンジしていることだと思っていただけたら大丈夫なんですが、市民化ですね、地域の困りごとだったり、社会課題だったり、暮らしている町で変えたいなとか、もっとこうしたいなっていうものに対して、それぞれの技術だったりスキルを持ち寄って一緒にアップデートをしていくっていうようなことをやっております。はい。で、詳しくはですね、シビタンというシビックテックのキャラクターが解説してくれている動画があるんですけど、これが3分ぐらいかかっちゃうので、ちょっと今日は後でリンクをお渡しするので、お手すきの際にこの2つの動画を見ていただければ内容がちょっとわかるかなと思います。でですね。で、シビックテックでよく出てくるキーワードとしては、オープンソースソフトウェア、OSS の開発とオープンデータというのがあり。で、今日はこの右にあるオープンデータについて、いろいろお話をしていこうという回で。で、もう一つキーワードがあるとすると、プロトタイプ開発これもよくすることがあって、みんなでこういうのがあったらいいよねっていうのが、企画、アイディアが出たときに、最初から本物のものを作っていくのではなくって、プロトタイプ、初期の模型という形で、こんなのがあったらいいなの形を作るプロトタイプを作っていく、プロトタイピングっていうのをやることがよくあります。で、このシビックテックですね、オープンソースとかオープンデータを使ってプロトタイピングしたりしながら、市民が技術を使って社会にアプローチしていくことをやっているところなんですけれども、Code for Japan は共に考え共に作る社会をミッションとして掲げているシビックテックのコミュニティですね。で、さっきもあったんですけど、市民が苦情とか要望を出して行政がサービスを提供するんじゃなくて、市民とか行政とか企業とか学校だったりが一緒になって社会とか地域の課題にアプローチをしていくっていうところになっています。で、国内にも、Code for Sapporo とか、Code for Saga とか、いろんなところに、コミュニティがあるんですけど、海外にも、Code for Australia とか、Gov Zero とか、Code for America といった形で、いろんな地域に、仲間のシビックテックコミュニティがあるというような形です。で、Code for Japan が、取り組んでいる領域としては、コミュニティとしてシビックテックをしている人たちの場を作っていくっていうことと、行政の皆さんと一緒にアプローチをしていくっていうことと、街づくりですね。メーカーワシティという形で、都市 OS などを使って、アプローチをしているものがあるんですけど、今日のイベントはコミュニティのイベントとなっております。で、コミュニティのイベントが大きく分けて2種類あって、左側のソーシャルハックデーが毎月開催している作る方のイベントですね。さっきプロトタイプを作りますという話をしたんですが、オープンソフトとかオープンデータを使ってプロトタイピングをしていくような取り組みをしているのが左側。で、今回今やっているのがシビックテックライブというところで、テーマを決めてみんなでお話ししながらシビックテックについて語っていくというものです。はい。なので手を動かして作ってみるところと、みんなで言っていったり考えていったり、同じようなテーマに興味がある人が出会う場を作っていくっていうのがこちらになります。で、それ以外にもフェイシングデオシャンって言って6月の9日から、私たちも行くんですけど、台湾、韓国、日本、香港、インドなどなどの皆さんが集まってみんなで考えて作っていくっていうハッカソンだったりとか、あとはもっと広くですね、アジアだけじゃなくて世界各地の皆さんと対話をしていくようなサミットもあります。なので、国境を越えて一緒に作ってみるっていうのと、国境を越えてみんなで対話をしていくっていうものもありますという形ですね。はい。で、ここからはですね、そのシビックテックライブの実際に26回目としてオープンデータについてお話をしていくので、前半がたっくん、山形さんから、後半が姉御、石塚さんからのお話となります。では、ゲストの一人目ですね。山形さん、お願いします。はい。僕の音声は聞こえていますか？大丈夫でしょうか？はい、ありがとうございます。じゃあですね、ちょっと画面共有をさせていただきますね。
ここ最近ですね、こういう登壇系のイベントってほとんどやってなくてですね、ちょっと緊張しています。久しぶりすぎて。皆さん、はじめまして、山形と申します。今日はですね、僕の住んでいる北海道森町のですね、自分たちの、事務所の方からですね、木彫りの熊津たちと一緒に、お届けをしようかなというふうに思っています。名前をですね、山形卓球と言いましたが、一般社団法人 Code for Japan で現在スタッフ、基本的にはですね、ガブテックと呼ばれている分野の部分でですね、行政さんに対する、ご支援だとか、そういうのを一応仕事としております。その他ですね、北海道内でいろんな仕事させていただいており、いたりだとか、あと教育分野でもちょっと今、動きを作ったりとかしています。で先ほどですね、竹貞さんからもありましたけども、このシビックテックなキーワードとして、オープンデータという言葉があるわけなんですけども、これざっくり言うとですね、いろんなデータを、いろんなところがですね出したら幸せになるよねという本当にざっくりした感じの、話なんですが、今日はですね、政府だとか地方自治体だとか、公共機関だとかがですね、こう提供しているオープンデータ、こういうものの活用をですね、官民共同を推進していってですね、日本が抱えるさまざまな課題を解決して、新しいサービスだとかビジネスを作っていこうというのがですね、一応日本政府として の考え方としてオープンデータっていうのがあるんですけど、こういう難しい話ばっかりしててもですね、あんまりパッと意味がわからないので、今日はですね、この公共のオープンデータについて、もうちょっとわかりやすくというかですね、ざっくりと、こんな感じだよねっていうのをですね、みんなで知ってもらってですね、最終的にシビックテックとかオープンデータわかんねっていうところからですね、ははーんっていうところまでですね、持っていければいいなというふうに考えています。ということでですね、皆さん、オープンと聞いてですね、どんなものを想像するのかっていうところなんですけれど、オープンといったらですね、大体こうお店の開店だとか開業、本日何時オープンですとかっていう話もあると思いますね。あとスポーツオープン戦っていう、スポーツがあったりとか、あと態度だとか考え方、オープンな考えとかあるじゃないですか。ざっくり言うとですね、開かれたとか開放されたというイメージになるんですね。でちょっとこの絵を見てもらえばわかるかなと思うんですけど、オープンなオフィスと閉鎖的なオフィス、オープンなオフィスはですね、明るくて、仕事がしやすそう、弊事務所もですね、ちょっと明るい雰囲気を一応作ってるんですけども、仕事しやすそうだなっていう感じなんですけど、閉鎖的なオフィスって、どっちかって言ったら役所みたいな感じかなとかって思っちゃう、これディスってるわけじゃなくてですね、役所みたいな感じかなっていうふうに思っちゃうわけですけど、もう一個ですね、オープンな会話っていうのはですね、やっぱりこうにこやかにいろんな話をこうしていて、発展的なというかですね、そういうイメージがなんとなくあるのかなと思うんですけど、閉鎖的な会話っていうとね、なんとなくひそひそしてて、ちょっとこっそりこうお金の話してるのかなとかですね、なんか悪いことしてるのかなとか、そういうようなやっぱりイメージがあるものなのかなというふうに思います。オープンだと明るいだとか、クローズだと暗いとか闇とかっていうイメージがあると思うんですけど、じゃあこれをですね、役所、役所がですね、このオープンだとかクローズだとかっていう状況だったらどうなのかというですね、話をちょっとしていきたいなというふうに思うんですけど、開放的なオープンな役所だったら何かおこもり事がありますかみたいな感じでですね、聞いてくれて、あ、これだったらなんか相談できそうっていうイメージになるんですけど、閉鎖的な役所だったらですね、もう入ってくんなみたいな感じで、あ、ちょっと役所にもこれ入っていくのきついな、あ、でもこれって日本の役所って大体こういうところ多いかなみたいな感じもあるんですけれども、ちょっとやっぱそういう印象があるのが現在かなっていうのを感じがします。さらにですね、これ行政から提供されるはずのですね、私たちが必要とする情報がこういう状況だったらどうなのかっていうイメージなんですけど、開放的な情報としたらですね、やっぱり図書館だとか、書店もそうかもしれませんよね。必要な情報はいつでも来て、見て使ってみたいなイメージがあるのかなと思うんですけど、やっぱ閉鎖的な情報だったらですね、お前らには見せてやらんし使わせんみたいな、こういうのっていうのは良くないわけじゃないですか。やっぱなんか嫌だなって思っちゃうわけですね、こういうのはね。で、公共で保持されているとか作成されているとか利用されている情報というのは隠されていると気持ちが良くないんですね。だから行政っていうのは情報をちゃんとオープンにしてもらわないとやっぱり我々住民としては嬉しくないわけなんですね。で、何でもかんでも行政がまとめて情報にしてくれなくても、実は自分たちでできることは自分たちでもやりたい、やれることもある。今だったらね、こうチャット GPT とかもあって、ちょっとこの前もね、僕、とある、お仕事をしていて、
こんなアプリのサンプル作りたいんだけどってチャット GPT さんに聞いてみたらですね、簡単に作ってくれるんですよね。もしかしたら今でも例えば車椅子の人とかがここの町に観光行きたいんだけども、車椅子で通りやすい、横断歩道がある場所の位置が分かるようなアプリを作ってみたいなことを言ったら、結構簡単にね、データさえあれば作れるような今時代になってきているんですね。そういうのはやっぱすごく重要なポイントだから、自分たちでできることは自分たちでもやりたい、やれることもある。ここはですね、非常に重要なポイントなのかなというふうに思っています。これがですね、共同だとか競争みたいなですね、考え方になっていくわけですね。だから行政にはデータをくれよっていう話なんです。これローデータナウって言ってですね、ティム・バーナーズ・リー教というですね、すごく有名な、インターネットを作った、父みたいな人がいるんですけど、この方がですね、TED っていうイベントを皆さんもご存知かもしれないんですけど、2009年にですね、ローデータナウっていうのでですね、データをとにかくみんなくれよっていう発言をしているんですが、やっぱりその考え方、2009年にこの発言されているんですけれども、今2023年、それでもやっぱりですね、なかなかデータが出てきていないっていうのが現在の状況っていうことをですね、皆さんにご理解いただければなというふうに思います。で、データと情報っていうのをわざわざ今使い分けてたんですけど、実はですね、データと情報には違いがあるんですね。データっていうのは事実だとか数字だとか測定値、この生の未加工の情報だから、そのままではあんまり意味をなさない、数字情報とかですよね、数値のデータなのでね。で、情報っていうのはですね、こういうデータが組織化だとか、解釈または処理されてですね、意味を持つようになったものが、情報だというふうに言われています。チャット GPT 使ったんですけどね、これね、そういう状況で情報とデータっていうのはしっかりと分けられている状況なんですね。で、もしかしたら行政っていうのは情報にして出さないとダメだと思っている節も実はあるんですね。こういうデータが欲しいですって言ってもですね、いやちょっとそれまとまってないんで、いやまとまってるまとまってないじゃなくて、データが欲しいんです、いやまとまってないんでっていうことがですね、実は結構多かったりするんですね。だからまずはデータくれと、データさえくれたらなんとか我々でできるかもしれないっていうのが今の日本の行政の状況なんですね。で、どうせデータくれるんだったら変に情報化したデータじゃなくて生のデータくれよっていう話なんですね。これちょっとですね、画面見づらいかもしれないんですけど、左側がですね、よくある姓と名の上に名前ってわざわざ書いてくれてたりとかですね、郵便番号と住所の上にまた住所って書いてくれてたりだとか、セルの結合、これはですね、ある意味ちょっと優しい、まだ分かるなっていうデータ持ってきてるんですけど、いわゆる紙エクセルって呼ばれてるようなね、方眼紙エクセルみたいなやつ、皆さんも一度は見たことある方もいらっしゃるのかなと思うんですけれども、そういうデータが実は行政って結構出ている状況なんですね。じゃなくて、もっとエクセルだとかそういうもので使いやすいもの、そういうものをですね、ちゃんと生のデータをくれということがですね、今我々がシビックテックだとか、いろんなことをやる上でですね、行政に対して訴えかけているところでもあります。私たちは私たちが知りたい情報を私たちの手で作りたい。よくですね、これアプリとかオープンデータを使ったらアプリができますよだとか、そういう話もされるんですけど、これ要するにですね、アプリもデータを使って自分たちが見やすい情報に変えたいということなので、とにかく私たちはアプリだろうがグラフだろうが資料だろうが、とにかくデータさえあればですね、私たちの知りたい形に加工する技術だとかっていうのは今現在あるわけですから、そういうふうにですね、どん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 行政も変わっていって、でそのためにはですね、行政に対して僕たちもちゃんと訴えかけていかなければならないっていうところなんですね。なので要するにローデータナウなんですね。行政が集めた情報とかっていうものは、例えば住民の生命、身体、財産に関する情報だとか、行政運営上取得しなければならない情報というもの以外はですね、基本的には公開してくれよと。そしたらですね、それを使って我々住民はですね、なんとかできるかもしれないですね。なんとかしますじゃなくて、基本的には行政が何でもやってくれた方が楽ですよね。でもそうじゃなくて、我々は価値観とかっていうのもたくさんやっぱりみんないろいろあるわけですから、そういった中、行政がしっかりとした情報データを出してくれることによって、我々の価値観に合った情報に作り変えて利用するということもやっぱりできるようになるということですよね。なのでローデータナウ、これはですね、すごく重要な言葉で、ぜひですね、行政に対して訴えかけていかなければならないところなのかなというふうに思います。で、最後にですね、オープンなデータであるというのはですね、どんなことか、これまでずっとオープンだとかっていう話してきましたけど、今になってですね、オープンデータとは何かっていう話なんですけど、ざっくり言うとですね、
誰でも自由にアクセスできて使えるデータであるということです。これ簡単に言うとですね、誰でも自由にアクセスできて使えるデータであること。で、こういうオープンデータに興味を持ったらですね、ぜひですね、実はデジタル庁のですね、オープンデータの関連ページとか見るとですね、非常にわかりやすくですね、まとまった資料とかがあったりしますんで、そういうのを見ていただいたりだとかですね、すごいこれクラシックスなものなんですけど、オープンナレッジファウンデーションというところで出しているですね、オープンデータハンドブックというものがありますので、これですね、必ず、やっていくとですね、行き着く場所なので、一度はですね、皆さんこれ読んでいただいて、オープンデータについて造形を深めていただけたらいいのかなというふうに思ってございます。ということで、私からの話はざーっときましたけど、以上となります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そしたらですね、たっくんについて、対しての質問とか感想はコメントに入れていただければ大丈夫なんですが、続いてですね、石塚さんからのオープンデータについてどういうふうにこれまで進んできたかというところをお願いします。はい、かしこまりました。じゃあスライド共有しますね。はい、はい、ご覧いただけてますか。はい、はい、じゃあ続きまして、コードフォージャパン石塚からお話をちょびっとさせていただきます。はい、私もいろんな人をはじめましてですね、はじめまして、石塚さやかと申します。去年の12月までですね、横浜市役所の方に30年ほど勤務をしていたんですけれども、まあ、ちょっといろ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 ありましてですね、結果的に辞めることになりまして、今、2月からですね、コードフォージャパンの方にジョインをさせていただいて、たくんと同じくですね、ガブテック推進というところで、いろんな自治体さんのご支援をさせていただくところを中心にやっているところです。まあ、結構、在職時代からですね、副業でそういったことをやっていたので、なんか副業が本業になっちゃったみたいな、そんな感じで日々を過ごしているところで、まあ、非常にですね、今は日々楽しく過ごさせていただいております。はい。まあ、ね、新人、ほやほやの新人なので、可愛がってくださいとかっていうと、みんななんかこう、半笑いするっていう、よくわからない状況なんですけれども、ほやほやの新人なので、よろしくお願いいたします。で、自分自身ですね、在職中からオープンデータの取り組みって随分長いことを進めておりまして、推進をしておりまして、まあ、古くはですね、本当金沢区役所というところにいる、まあ、2012年とか2013年とか、まあ、それぐらいからオープンデータの取り組みずっとこう見続けてきて、まあ、ここ最近の取り組みについてですね、まあ、いろいろ思うところもあるわったんですけれども、まあ、私自身もですね、あんまりそのオープンデータについて最近語るみたいな、まあ、結構当たり前になってきたっていうか、まあ、結構いろんな人がもう普通にオープンデータって、まあ、やるよねみたいな感じになってきたので、あんまり語る機会がなかったんですけど、まあ、今日は久々にですね、あ、オープンデータって今こんな感じだったっていうのをなんかちょっと紐解いてみたいかなと思います。で、まあ、今デジタル庁さんがですね、こんな資料を出してくださってまして、割とですね、ちゃんと更新をしてくださっています。新しいと例は、本当にごく最近、今年の3月ぐらいに、出た自治体の取り組み状況の資料みたいなのがあって、まあ、ちょっとこれご覧いただければと、今日はちょっとご紹介したいと思うんですけど、オープンデータに取り組むですね、地方公共団体の推移っていうところで、今現実、こんな感じになっています。まあ、結構な数の団体がですね、まあ、都道府県はね、もう全県とりあえず取り組んでいるっていう感じなんですけれども、それは官民データ活用推進基本法の方に一応義務付けをされている関係もあって、都道府県は一応その 100% 取り組んでいるというところです。で、市町村については一応その法律上は義務じゃないな、あと努力義務というふうに書かれてはいるんですけれども、まあそれでもですね、だいぶこう取り組んでくださる自治体さんだいぶ多くなってきていて、本当に右肩上がりにぐんぐんと上がってきているなっていうところをまあ見るところです。で、自分自身がですね、始めたのって実はこの辺です。平成26年とか。本当にこれぐらいの、まあ、片手とまでは言わないですけども、両手は使わなかったなって、当時そのオープンデータやりましょうって一緒になんかこう言って会う自治体さんの担当者って、本当にこう両手も使わなかったなみたいな感じの状況だったので、まあ、普通にですね、この状況がもうなんか、79% もその取り組みをしてくれてるんですっていうこと自体がですね、もう私ちょっと泣きそうみたいな感じがあって、本当にもう当時はもう進むのかなとか進まないのかなとか、もう本当にね、こんなことやってて意味あるのかなみたいなことって、まあ、結構思うところではあったんですけど、でもやっぱりこうね、未来のこう社会のためにオープンデータ絶対、オープンガバメントみたいな話の中で絶対必要だよねとかって、なんかこう少ない仲間のうちで言いながらですね、進めていたみたいなところがあったので、まあ曲がりなりにもですよ、もうこれぐらい
やってくださってるみたいな、まあ、認知度が上がってるっていうのは、もう私自身はもうそれだけで、まあ、ちょっと嬉しいなって思うところではあります。まあ、とはいえですね、課題はもうまだまだ全然あります。本当にあります。本当にこう数として出しているから、それでいいっていうわけでも全然なくて、細かい中身を見ていくと、まあデータが古いとか、まあそもそもデータの質が悪いとか、まあ本当にね、クレンジングしなくちゃいけない、まあ、悪用案件で、一部では言われてますけれども、本当にこうデータをきれいにしなくては使えなくて、まあそこに非常にコストがかかってしまうみたいな話とか、あとは行政の担当者って、まあやっぱり私自身もそうでしたけれども、まあコロコロ基本変わるので、まあ何年かね、経って担当が変わったときに、まあ前の担当がやっていたことがそのまんま引き継がれなくて、データの中身が変わっちゃうとか、質が変わっちゃうとか、更新が止まっちゃうとか、まあそういう話っていうのは、いまだにこう、埋挙に暇がないという状況ですね。あとはデータが、こう、あちこちにありすぎるっていう感じですね。まあ、オープンデータポータルも、行政ごとに、まあ、自治体さんごとに作られていたりとかしていて、まあ、なかなかまとまってないっていうところもあるので、まあ、それを探すだけで一苦労みたいな話も全然あるかなと思います。あとは、標準データセットみたいなものは出されているんですけれども、まあ、語彙の部分ですね。まあ、データ的にはスキーマって言われている部分ですけど、まあ、そこがなかなかこう、統一されないみたいなところで、まあ、実際にその、こう、例えば、公共施設のデータがこっちの自治体とこっちの自治体であるけれども、まあ、実際それをつなげようと思ったら、まあ、そこをつなげるための努力をしなきゃいけないみたいなところがあったりとか、そういうことっていうのはなかなかまだまだ残ってるなっていうふうなところがありますね。あとはずっともう本当に続いているのは、何のために使うのかわからないから出せないっていう行政で、一方で使う側はデータがないから使えない。で、これってどっちがこう先に解決するべきなんですかっていうのは、まあ、なかなか難しい問題で、まあ、個人的には、ね、行政がこうオープンガバメントみたいなこう理論をちゃんと分かった上で、そういうことをやっていくんだっていうふうに言っていければいいんですけど、まあ、なかなかこうデジタルとかデータとかそこに対してなんかこうあんまり理解ができないみたいな自治体さんは、まあ、まだまだ多くて、まあ、とはいえ最近は DX やるんだとか、まあ、コロナの後のいろいろな問題でですね、自治体さんが DX やらなくちゃいけないみたいな意識が本当にこう増えてきたので、まあ、そこのところを含めに、まあ、DX やるんだったら当然データの関係ちゃんとやらなきゃいけないですよねみたいな言い方はできるんですけど、実はそこがつながっているようでつながっていない自治体さんっていうのもなかなか多くって、まあ、デジタルでなんかこうねデジタルツール入れたら DX なんでしょみたいな話とかって、まあ、される自治体さんは結構多くて、まあ、そうじゃないですよって、まあ、そこは入り口に過ぎなくて、まあ、本当にね、そこから先どうするんですかみたいな。それはあくまでもこう手段であって目的ではないでしょうみたいな話をですね、まあ、常々ずっとしなくちゃいけないみたいな状況には、まだまだなっているなっていうところなので、まあ、そういう意味で本当にこうデータが使える状態まで持っていかれるみたいなところは、もう全然こう、なんだろうな、ちょっと遠い道、まだ遠い道のりみたいなところがあって、で、この状況って本当に私が知ってる限り、本当10年前からもずっと、私がこう始めた当時からずっと、ずっと同じことを言い続けられていて、まあ、どうやったら果たして解決するのかみたいなのって、もう正直私も、なんかこう、もう、なんか、なんだろうな、飽き飽きしてるというか、その話に分かった分かったみたいな感じになっていて、まあね、どっちが先に折れるのよみたいな、なんかそういう状況になってるなっていうふうには思います。とはいえですね、それでも質もですね、徐々に高まりつつあるなっていうのも最近はすごい感じていて、まあ、デジタル庁とかレジストリカタログみたいのを見たりとかすると、まあ、全公共施設データ、まあ、ありますよねみたいな、ちょっと中身の検証してないので、本当にちゃんと合ってるのかとかって分かんないんですけど、まあ、とりあえずありますよねみたいな。あとはそのプロジェクトプラットみたいな 3D 都市モデルとか、国交省さんが出されているモデルみたいなものとか、いろいろあって、まあ、そういうところのから出てくるデータみたいなものもありますね。まあ、気象データとかも出されているものがあります。あとはその EMAF さん、まあ農水省さんですよね。まあ、農水省さんが農地ナビみたいなことをされていて、まあ、そこのデータについては使っていいよって、まあ、利用規約の中で使ってもいいよみたいなことを書かれていて、まあ、そういうふうなところがそのデータとして、ジオジェイソンとかそういう形でダウンロードできるものがあったりとかしていて、まあ、少しずつなんかこう質も量も高まりつつあるなっていうようなところは感じているので、まあ、ちょっとここから、まあ、これはさすがにもう10年前とかも全然こんな状況ではなかったので、まあ、そういう意味では、まあ、ちょっとずつうまいこと進んでいったらいいなと、なんかこう割とこう希望を持ってみたいなっていうふうに思ってはいるところなので、まあ
DX の流れの中でうまくこうデータをちゃんと使っていくみたいなあの形っていうのはやっぱりどうしても作らなきゃいけないので、まあ、そこでうまいこと進んでいったらいいなというふうに思っているところです。はい、こんな感じでいいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、それでは山形さんと石塚さんから実際にこうオープンデータを触ったり作ったり考えたりをしてきたお二人の話を聞いてきたんですが、ここから少しパネルトーク形式でお話をした後に、皆さんから質問をいただいて、その質問にみんなで答えていくという形にできたらいいなと思っておりますが、今日いつもより参加者さんが多いんですが、いつもより皆さんが若干お静かで、どうしたことだお静かですごい聞いていただいている感じはしつつ、あの質問がまだ上がっていないので、皆さんもしよければどんどん思ったことあの書いていっていただけると嬉しいです。たっくんから、山形さんからもし石塚さんに質問だったり感想だったりあれば最初にもらってもいいですか。はい、実はですね、僕前半で言わなかったんですけど、僕ももともと行政職員で、まあ、北海道森町というところにいて、まあ、こういうオープンデータとかやってたんですけど、石塚さんはなぜオープンデータに携わることになったんですか。なぜ震災があったじゃないですか。うん、で、まあ、もともとオープンガバメント、その別にオープンデータをやりたかったわけではなくて、オープンガバメントみたいな流れを、まあ、ちゃんと作りたかったっていう、その市民がちゃんと街づくりに参画するっていうあの流れを作りたかったっていうところで、まあ、オープンガバメントの3原則で、まあ、透明化、参加、共同ってあるんですけど、まあ、その道筋をちゃんと作るんだったらば、まあ、最初は透明化でしょ、当たり前だけど透明化でしょって思ったのが一番最初。で、まあ、その時に、イクナビネットって、まあ、そのオープンデータを使ったポータルサイトみたいのを作るっていうのが、チャンスがうまいこと、転がり込んできたので、うんうんうん、もうそのままやっちゃうかって言って、まあ、金沢区役所の中で私はオープンデータの推進を進めていたっていう感じでは、逆にそういえば、たっくんはなんでだったの？僕は成り行きだったんですよね。成り行きかい。そうなんですよ。もともと、なんていう、僕、そのデータだとかっていう分野には、実はもう素人、いまだにね、僕、データのとかって言われるとね、いやみたいな感じなんですけど、まあ、基本的にはこうネットワークエンジニア的な感じで、システムだとかネットワークの方ばっかりの仕事が僕はメインだったんですけど、それこそ 3.11 がその仕事をしている最中にあって、でその時に出会った人たちが、まあ、たまたまこの Code for Japan だとか、うん、そういうオープンデータの関連の方々と出会って、気づいたらこの業界に入ってましたみたいな。気づいたらそうです。多分ね、石塚さんもそうですけど、似たような人がステークホルダーにいらっしゃって、うんうんうん、多分そこにこう引っ張られてみたいなところは我々はきっとあるんじゃないかなと思いますけど、うん、どうなんでしょうかね。まあ、横浜そのオープンデータを市民の側から推進しようとする人がすごく多かったっていうのがあって、まあ、今コードフォー横浜私入ってますけど、まあ、コードフォー横浜の中で、うんうん、あのオープンデータを推進しようとしている、まあ、代表の、ね、あの小林さんがオープンデータやるんだって言っていて、で、まあ、そこからなんかこう入れ知恵されてみたいなところもあったんですけど、まさしく僕もその、うん、今お話の中で出てきたお名前の小林さんという方がきっかけでこのオープンデータ業界に入ってきた感じはありますね。やばい、岩尾さんあれですね。そうなんですよ。爆心地説。そう、あの未来大学のね、教授と仲がいい方がいらっしゃって、でその流れでですね、僕オープンデータ業界に入ってきた感じでしたね。だから彼らって、オープンデータガチ勢だったじゃないですか、当時から、うん、そうね、なんかオープンデータというよりはちょっと、まあ今日参加されている皆さんの中には聞き覚えのない言葉かもしれないんですけど、 LOD って言って、うん、オープンデータとオープンデータをくっつけるといい感じの世界になるよねっていうですねそういう世の中がまああるんですけれど、そういうところからですね、実はオープンデータって入ってきてて、もともとはもっと学術的な感じで我々やってきているところが、うん、側面は強いんですけど、さっき石塚さんもおっしゃってたように、なんかそのオープンデータって言った時に
こういう、ね、平日の7時からオープンデータについて喋られるこの機会が、うん、の得られているっていうこと自体がやっぱ我々にとってはおーみたいな感じではあります。おーって感じだよねっていう感じはあるな。そうそう、あの今たくんが言っているリンクデータ、まあ、リンクのオープンデータっていう言い方もするんですけど、まあ、リンクデータっていうそのデータの作り方 の、 あの約束事みたいなものがあって、で、まあ、それをオープンにしたものがリンクのオープンデータって呼ばれているものなんですけど、うん、実はそのイクナビを作るっていうきっかけにあのなったのが、そのリンクデータってリンクドデータっていうそのデータの作り方、いわゆるそのリレーショナルにあのデータを作るんじゃなくて、グラフ的にデータを作っていくみたいなあの作り方にあのがあるんだっていうのに出会った時に、あのイクナビが作れるって思ったっていうその瞬間があって、でそれを一緒にオープンデータとあの進めるんだったらば、まあそのアウトプットを出しながら、まあ、アウトプットっていうか、その、なんだろう、活用の事例を出しながら、オープンデータっていうのを進めていけるんじゃないかっていうふうに思ったのが、実は、なんかこう、やれるって思ったきっかけで、で、まあ、小林さんもすごくそこには後押しをしてくれたので、まあ、そこでうまいことね、なんかこう、進めていったっていうのはあるんですけど、とはいえ、なかなかこう、イクナビみたいなものを出していくと、そのアウトプットのところだけがフォーカスされてしまうみたいなところがあって、裏側のデータにどうしても目が向かないっていうところがあって、そこはそこでね、結構じくじたる思いで見つめてはいたんですけど。まで面白かった。オープンデータ活用や、便利なオープンデータの活用事例。そうですね、便利なオープンデータ活用の事例があれば。ああ、今日しくじったなー僕。ああ、やっちゃった。何オープンデータ T シャツ着てくるの忘れたと思って、今日オープンデータの話なのに吉田さんから今あの出ているお話で、今までに面白かったオープンデータや便利なオープンデータの活用事例があれば教えてくださいって、なんか僕らが MC のように今やってるんですけど、もう全部一緒に、はい、大丈夫ですよ。ちょっと文字起こしして出します、ね、はい、なんだろう、はい、で、あの僕やっぱり、オープンデータっていうとですね、僕の中でオープンデータアイドル的なものが3つあってですね、うん、一つはやっぱりコードフォー札幌の、保育園マップって呼ばれてたものですね。今でこそ保育園のですね、なんて言うんでしょう、待機児童の関係とかって若干当時よりはね、あの少し、良くなってきてはいるんでしょうけど、まあ、当時あの今から10年ぐらい前はもっともっとやっぱひどい状況で、うん、そこでやっぱ出てきたとか、札幌の保育園マップで、それがですね、やっぱ同じ北海道民の方々がそういうのをやってるっていうのはですね、すごい僕にとってテンションの上がるっていうか、あ、北海道でもこういうのやってる人たちがいるんだっていうのがですね、一個思い出として大きなところでした。でもう一個がですね、コードフォー金沢さんが作っているゴミなしって言われるアプリ、ゴミの情報がね分かるってやつなんですけど、あれは衝撃でした。本当に僕でもオープンデータ使えたっていうのでですね、あのものすごい衝撃が一つですね。でもう一個がですね、同じく金沢市でやってるんですけども、九谷焼を使った画像オープンデータで、それを使った紙皿を作るというですね、取り組みがあって、あれはめちゃくちゃイケてんなって、かっこいいなって思いましたね。まあ、それを真似して僕、九谷焼だとかの柄使って T シャツ作ってたりとかするんですけど、それ着てくるの忘れちゃったもんな。ああ、なるほどね。そうか、そうか。そうそうそう。石塚さん、どうぞどうぞ。ちょっと画面をもらってもいいですか？はい、どうぞ、ね。はい。手前味噌で非常に申し訳ないんですけども、まあ、基本的に、個人的にはこれをしたいと。完全に手前味噌じゃないですか。もう手前味噌もいいところですけれども、これをめちゃくちゃもうしたいと思っておりましてですね、まあ、当時私が公開した金沢行くナビネットです。まあ、当時これ、私、金沢区役所っていうところにいて、まあ、金沢区の中で、いろんなデータが、お便りに載ったりとか、出て、まあ、その例えば保育園がどこにある、公共施設がどこにある、公園がどこにある、あとはなんかイベントをどこでやるみたいな、まあ、いろんな情報をぐわっとですね、まあ、そのさっきの LOD って言われているリンクドオープンデータの形で、まあ、集約をしましてですね、まあ、
一覧としてただ単に出すのではつまらないので、子どもの生年月日とですね、居住地の郵便番号を入れると、まあ、例えば近い順に表示されるとか、子どもの生年月日で年齢を出して保育園の空き状況とかその関連するものだけをこうスパンと出すみたいなことをやっていたんですけど、これがですね本当に受けまして、ところこれしか受けなかったみたいな、その裏側のデータが見られずにこれしか受けなかったみたいなところはあるんですけど、まあ、例えばなんかこう保育園じゃないや、予防接種の情報とかも生年月日を入れるってことは月年齢が分かるってことなので、まあ、予防接種ってもうめちゃくちゃ量があって、もう子ども3人とかいると本当に頭狂いそうになるんですけど、それをですねこうある程度こうナビゲーションするために、この赤いラインが今のあなたのお子さんの月年齢ですねみたいな、そうすると次はなんかこう皮膚をやらなきゃいけないですねとか BCG やらなきゃいけないですねみたいな、なんかその目安がこう分かるみたいなところとか、あとは何だろうな、こう医療機関とかも結構な情報を載せていて、まあ、近い順に例えば一番近い小児科はどこだみたいなところがですね、チェックチェックでパンと出てくるみたいな感じで、もちろん子供がいない人でもですね非常に便利に、ちょっと近くの耳鼻科探してんだよねみたいなことですね、すごいなんかこう便利に使っていただけるみたいなことがあって、これがですね私が知っている限りで、本当に私、うちが作ってリリースした後に、いろんな自治体で似たようなというか、同じような仕様なものがガンガン出来上がっていて、もうちょっと私、48まで数えたところでもうめんどくさくなってやめちゃったんですけど、もうそれぐらいの自治体にブワーッと広がっていったっていうところはあったので、これをね、実はもう一回やりたいなって、今ちょっとなんか虎視眈々と思っているところですね。あとは何だろうな、そうね、ゴミなしとかはやっぱり一番最初の事例としてはすごい面白かったし、まあそれこそタックもやってる写真のデータみたいなもの、あれ私実はすごくいいなと思っていて、私も金沢区で金沢写真アルバムってやってたんですけど、ああいうのなんかね、もっとどんどん進んでほしいなって思いますね。そうですね、今、次の質問で、石垣市の、方の、はい。そうですね、もう一個もらっていて、なんか私に多分ね、ダイレクトで質問くださった方がいて、多分皆さんに見えない感じになっているところがあるので、こっちが先に一つあって、もう一つもいただいてますね。で、はい、こっちがですね、行政画面で情報開示する分野は増えつつあるけれども、点で開示するような流れはあるのでしょうかっていう質問をいただいております。ね、なので多分なるほど、ね、こう いろんなものをこうデータで見るみたいな形でこう公開しているところはあるけど、はいはいはい、具体的な多分点のところっていう、結局自治体標準オープンデータセットだとかそういうものでみんなで出していこうとかっていうものをやってるところもあれば、まあ、ピンポイントでこういう情報とかっていうデータを開示することもあるのかっていうことなのかな。うん、点で逆に今点でしか出してないようなイメージがあるんだけど。分野ですからね。だから、うん、自治体標準オープンデータセットのことで考えれば、まあ、全ての団体がみんな同じく出しているみたいな意味合いなのかな。公衆トイレデータをみんなが出しているとかそういうこと？そう、それは今面で出してるよねっていう意味合いで。ああ、ここしか出してないみたいな、そういうことですか。そこしか、オリジナルでそこしかなければ出してるところもあるのかもしれないけど。それか、実証実験の結果をデータとしてだから、うん、センシングしたデータを直接、このデータ、ここのデータって出してくれてますかっていう、データセットじゃなくて、個別データとして出してくれてるかとかっていう意味合い。なのかな。まあ、報告書みたいな形ではきっと出てるんだろうけど、うん、こういう実証をやってこういう効果がありました、まあ、今後こういうふうに活用していきますみたいなものはあるような気がしますけど、まあ、今もしかしたら IoT みたいなことをおっしゃっているのか、まあ、センサーデータみたいな、ね、うん、IoT みたいなものだったら何気に今先ほど竹貞さんでも喋ってましたけど、メーカーワシティっていうやつでやっている、うん、データ連携基盤、データ連携基盤とかっていうやつを使うとですね、うん、意外に各それぞれのデータは出してたりだとか、そういうのはあったりするんですけど、うん、まあでも
これからそういうデータが出てくる可能性が出てきたっていうふうに思っていただくのがいいかもしれないですね。だからむしろ意図している考え方だとかデータがあるのであれば、ぜひそれをですね、行政に向けてこういうのに使いたいんだけど、こういうデータって出してくれないのとか、例えば公共施設の建物の中の温度を本当は欲しいんだけど、そういうのくれないのっていうことをですね、直接やっぱり声を出してあげていただくと意外にいいかもしれないですね。そうですね、まあ、提案込みで出していただくといいかもしれないですね。こういうふうに使ったら、こう中の人が快適に、うん、まあね、基本データで補足です。この場所をこう再整備するので、実証実験として影響調査をしますみたいなのを自治体の解釈が加わった報告書ではなく、やっぱそうですよね、はい、生のデータとしてくれっていうことですよね。いや、そうなんですよ。だから先ほど僕の資料でもちょっと話したんですけど、やっぱり報告書として、一次資料として出ているはずなんですが、自治体の解釈がやっぱり加わってしまうので、その辺の検証をできるようにしてもらうのが、やっぱり我々住民側の方の人間としてはやりたいわけじゃないですか。だからとにかくローデータとして出してくれっていうのはですね、訴えかけていかなければならないところなんじゃないかなっていうふうには思います。僕行政にいたところはそんなこと全く思ってなかったんですよ。もうちょっとね、見栄えのいい口当たりのいいデータに情報にして出したいと思ってた口なんですけど、一歩ですね、やっぱり立場が変わればなんですけど、ちゃんと検証できるように出してほしいなっていうふうには今まさしく思っているところですね。ありがとうございます。そうですね、多分そういうのを市民側から声を出して、逆に市民がそれがあってこういう分析ができたよっていうのが、うん、なんか実際に行政の方にも市民にも役に立ったみたいな事例が、うん、ですねですね、できてくると変わるのかなとは思いつつ、はい、どこからこじ開けたらいいのかなっていうところに、まあ、声上げないとどうしようもないですからね。うん、そうですね、うん、そしたら次の質問になるんですが、なので今いただいた質問で言うと、多分私たちが欲しいって言って、こういうことをこういう読み取り方もできるよねって言える、言わせてもらいつつ、行政の人がそれが怖くない、うん、対話の場みたいなのが今めっちゃいいこと言いましたね。それ大事ですね。怖くない、すごい大事です。そう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 、喧嘩するわけじゃなくて、ちゃんと話し合おうですからね。大事なの。そうそうそう、本当そう思います。それめっちゃ大事。なんかそういう関係性を作れるところからチャレンジできたらいいっていう内容だった気がします。はい、ありがとうございます。次がですね、いろんなところから質問いただいてるんですが、こちらは。地域課題を解決するため、まずはデータをこう取るところを考えてるんだけど、リソースも少ないので、どんなデータから集めるのかっていうスタート地点に悩みがあるっていう質問で、あ、いい質問ですね、うん、これ僕からいいですか、口引きっても、うん、どうぞ。議会のデータです。やっぱり住民の代表たるやっぱり議会がしっかりしていかなければやっぱならなくて、議会の議員さんたちも都合のいい時に議員さんたちに何かお願いするとかじゃなくて、やっぱり共に作っていくところなんですよね。これっていうのは特に地方議会の場合は、共にみんなでいろんなところでいろんな考え方を持っている住民の方々もいらっしゃるので、いろんな考え方をしっかりとまとめてやっていくためには、やっぱ議会のそもそもの情報開示も当然必要になってきますんで、議会の方々がどういう活動をしているのかみたいなところからですね、データを集め始めていくとですね、おのずと、あ、なるほどねっていう感じになっていくと思いますので、でもし議会の議員の皆様が情報を出してないんだったら、それこそ情報を出してくれって言いやすいじゃないですか。我々の選挙でね、投票してやっぱなってるわけで、まあ、首長も、もちろんそうですけども、やっぱそういうところをですね、みんなでこう変えていくんだとか作っていくんだっていうのは非常に重要なポイントなのかなって思いました、うん、はい、ありがとうございます。石塚さんはどうですか。まあ、個人的にはですけど、まあ、データドリブンというよりは課題ドリブンの方がいいかなっていう気がしているんですけど、まあ、例えばその少子高齢化は課題じゃないじゃないですか。なんだろう、結果であって課題ではないって、まあ、よく言うんですけど、まあ、少子高齢化が起こっているのはなんでだみたいなところってあると思うんですけど、なんか
データを取るとかっていう行動をするのも、いきなりこうデータを取りに行くとかっていうのもいいんですけど、もうもちろんやみくもに取ってもね、それこそリソース食うだけで大変なので、まあ、そういう意味ではこう何が本当に課題なんだろうみたいなところをなんかこう突き詰めていく中で、こういうデータを実は取った方がいいよねとか、まあ、こういうところに意見を聞いた方がいいよねみたいな、まあ、その定性的に取った方がいいのか、定量的に取った方がいいのか、まあ、それが多分分かれてくるところかなっていうふうに思うので、なんかそこのなんかこうデータを取るみたいな話をする前に、そもそもなんかそれこそロジックモデルとかでも何でもいいんですけど、なんかこうデータをなんか深掘りしていくみたいなことをやっていく方が、まあ、なんとなくいいかなって。まあ、そこが、もしされてる、されてて、なんかあれだったらば、申し訳ないんですけど。あとはデータ収集とかっていうのは、やっぱり、なんかこう、なんだろう。どう分析するのか、まあ、その仮定、仮説ですよね。こういう仮説を立てて、こういうデータを集めるみたいな。ある程度仮説みたいなものが先に来ていて、まあ、そこに向かってそのデータを収集するみたいなことをやった方がいいので、まあ、その仮説を本当にどれだけ、ちゃんと、しっかり考えられるかなみたいなところが大事かなと思います。アンケートとかはもうまさにそうなんですけど、まあ、例えばこういうクロス集計をしたらこういうどうも仮説が出そうだから、そしたらこの設問とこの設問は入れなきゃいけないよねみたいな設計の仕方ってやっぱりしなきゃいけないんですけど、感じかなって気はしますね。確かにこう設計というかみたいな、ところが入ってくるのかもしれないですね。はい、やみくもにとったらね、本当それこそ大変な詐欺なので。管理が大変だし、出すのも大変だし、そうそうそう、更新も大変だし、それそれそれ、そうなんですよ。そういう意味で言うとこう、どういう頻度でどういうデータを出したら、何が計測できてっていうのを考えながら、何にアプローチしたいのかっていうのを考えながらやっていくのがいいのかもしれないです、ありがとうございます。あと2つぐらいがあってですね、あと5、6分いけるかなというところなんですが、もう1つが今脱炭素に向けた取り組みが盛んですが、この分野でどんなデータが公開されていればいいのになっていうのはありますかっていう、お二人へのどんなのがいいかなっていう質問ですね。脱炭素そんなにめちゃめちゃ詳しいわけじゃないんですけど、要はあれですよね、 CO2 を排出し、ね、CO2 がどうにアプローチをするっていう、そういうことですよね。ですね、そういうことですよね。 CO2 が一番排出されてるのって家庭でしたっけ。一番ここって、まあ、僕はもともと行政が長かったので、行政に考え方やっぱりちょっとなっちゃうんですけど、まあ、カーボンニュートラルとかの関係とかも、やっぱり行政がまず真っ先にどういう取り組みしてるのかっていうので、行政内、例えば公共施設だとかそういうのとか、あとサスティナブル調達をちゃんとしているのかだとか、そういうところの情報公開、情報開示、どのくらいの物品を調達してて、そのうちどれがグリーン税制法にこう乗っ取ったもので、どのくらいがサスティナブル調達しててとか、やっぱそういうところをまず見ていくっていうのも重要なポイントなのかなって思いますけどね。だったら、まあ、それこそ太陽光発電、まあ、どれぐらいやっているかとか、まあ、最近そのプラトーですごい面白い、プラトーって 3D 都市モデル の, 取り組みやっててすごい面白いなと思ったのが、どの辺にこう設置をすればどれぐらい発電量があるみたいな、その 3D 都市モデルを使ってこう分析していくみたいな取り組みがあって、でそれすごい面白いなと思っていたんですけど、そうするとその屋根の形状みたいなものが実はすごい大事なんですけど、屋根の形状のデータって本当あんま出てなくて、実はそういう意味そういうのが出てきたら、本当にここの屋根のこっちに向きにこれぐらいなんかこうね、太陽光発電パネルをくっつけたらこれぐらい発電できるみたいな、なんかそんなのができるから、もうちょっとなんかそういうのが出てきたらいいのになと思ってますけど。あとはそうですね、住民の脱炭素行動の貢献みたいな話で言うと、めちゃめちゃ手前味噌になるけれど、この方がやってる取り組みとしてお伝えできるとすると、自分ごとプラネットっていう、前回のシビックテックライブなので、動画もアーカイブが残ってるかと思うんですけど、自分たちが今、どれぐらいの状態にあるのかを知って、自分たちの行動を見直していっ
って変えていく、行動変容していくっていうのを国立環境研究所の方々とコード4の皆さんとで一緒に取り組んでいるプロジェクトがあるので、もしご興味あればここに一緒になっていただきながら一緒にそのどういうオープンデータを外にも求めるかっていうのも同時に必要な動きではきっとあると思うので、一緒にやってみると面白いのかなって今お伺いしております。はい。で、すみません。これが最後になるかなというところなんですが、自治体に対して開示してほしい情報を声を出していくべきっていう話があったんですけど、まあ、どういった窓口にどういうやり方でお伝えをしていけばいいでしょうかっていうところをいただいております。あ、これは欲しい情報がありそうな部署にデータ欲しいんですけどって、うん、多分行くのが一番です。多分くれないですけど。多分自治体で働いたことない方、私も含めてなんですけど、だと、はい、どこの部署っていうのが多分そもそも、役所に足を運べばいいのかとか、何をすればいいかが多分想像がつかないですよね。あの、もし、住んでいらっしゃる自治体の規模にもよるとは思うんですけれど、小さな町だったらですね、企画課っていうところか総務課っていうところにですね、まず一等最初に行けばなんとかなります。なんとかなる。はい。で、あの、大きな町にもしお住まいの感じなのであればですね、総合窓口に行くとですね、だいたいキーワードの中からですね、ああだったらそこの部署かもっていうきっかけは教えてくれますが、よくですね、あるのがこういうね、たらいを回すというですね、あの伝統芸能があるんですけど、ちょっとそれになる可能性はゼロじゃないんですが、ちょっとね、でもやんないとやっぱ変わんないので、たらい回しは悪い文化かもしれませんけど、やっぱ誰かが最初の人間にならなきゃならないので、ぜひですね、一緒にたらいを回していきましょう。あ、回したらダメなんですね。回りに行きましょう。それで言うと、たらいに回されに行って困ったら、たっくんとか石塚さんのとこに行って回されたんだけどどうしようって一緒に考えるのが、そしたらよしよし、すぐ考えます。それがコードフォージャパンですからね。よしよし、かわいそうに。はい。まあでもそうですね、情報公開請求とか、そのさっきもそのオープンデータの取り組み、やってる自治体あれだけあるって、まあ、79% もあるって言いましたけど、まあ、どっかしらやってる部署はあるんでしょうと。あとは、情報公開請求っていうのは、その住民の権利なので、一定レベルの権利なので、まあ、その喧嘩し防止に行かれるとちょっと困るんですけど、まあ、そういう意味では、情報欲しいんですよね、まあ、こういう情報が、まあ、ここにある、まあ、例えばなんか報告書を見ていて、まあ、こういう報告書が出ていたから、こういう報告でこういうものが出てくるっていうことは、こういうデータがどうもあるんじゃないかみたいな、なんかこう当たりのつけ方をして、まあ、そうするとね、報告書の最後の方にこう担当課とかって必ず書いてあるはずなので、まあ、そこになんかこう当たりに行っていただくみたいなところはもしかしたらいいかもしれないですね。ただそれ本当に何の使いになるんですかとか、どういうふうにお使いになるんですかみたいなことは、まあ、結構ね、掘り葉掘り聞かれると思うので、まあ、そこでなんかこうソフトにこういうふうに私なんかこうお役に立ちたくてみたいなところをなんかこう言っていただくといいかもしれないですね。そうですね、本当にこう、うん、いろんな地域でそういうアクションが増えていくと、自治体の皆さんと市民との関係性づくりの中でこう、うん、流れができていく気がしつつも、突破するのはきっと大変なので、大変ですよね。困ったら私たちに一緒に悩んで連絡先はここまで。スラックのチャンネルだったり、山形拓也事務所まで来ていただけるといいかもしれないですね。で、最後って言いつつ、ちょっと質問というかコメントいただいているので、オープンデータの公開や活用を推進するために、例えば E テレさんとかで NHK さんの中で話したら効果があるかもねというところで、マスメディアができることはあるでしょうかっていただいてるんですけど、これは私がこれから喋ろうとしてたことを知ってたからのような質問なので、仕込みかと思いました。ちょっとなんか、誰かと通じ合ってるのかなって思ったんですけど、はい。NHK の皆さん、すごい2、3年ぐらい前からずっと一緒にどうやったらオープンデータとか、こう、公共のメディアとして集めているデータとか取材のものを皆さんの市民の暮らしに還元できるかっていうのを考えていらっしゃっていて、
で、去年と一昨年 NHK ハッカソンというのをやっていたんですけど、今年はハッカソンの手前の段階のアイディアソンっていうところで、北海道の札幌局さんとですね、たっくんがいる北海道でですね、6月25日に、月末にですね、私たちが札幌に集まって、市民の皆さんと学生の皆さんと、どうやったらこう、ローカルのデータとか情報を使って、自分たちの街づくりに使っていけるかな、自分たちの暮らしにアップデートに使っていけるかなっていうのを考えるイベントをやっているので、NHK の皆さんともこういった取り組みはやっているので、ぜひぜひ皆さんにもいろんな形で参加していただいて、一緒に考えていただけたらなと思っております。はい、というところで8年になってしまったので、お二人、お話しいただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと一瞬、はい、本当に一瞬だけ僕画面共有してもいいですか。はい、どうぞ。最後にですね、石垣の話が出たので、石垣の方がいらっしゃるということで、実はですね、石塚さんもおっしゃってた、僕、古写真のアーカイブっていうのを、こういう、まあ、森町の古写真のアーカイブっていうのをやってるんですけど、実はですね、八重山の記憶ってことで、森町でやった取り組みがですね、石垣島で写真展として同じような取り組みをやってくださったっていうですね、案件があってですね、あ、もう石垣島、ああと思ってですね、これ、されないかと思って今、お見せしたいと思ってですね、まあ、こうやってオープンデータやってるとですね、いろんなつながりがいろんなところに派生して、やっぱつながっていくので、こういうのがやっぱオープンデータ、データやってて面白いなって思うところかなというふうに思いますので、ぜひ皆さんも、レッツオープンデータみたいな感じでですね、やっていければなと思います。はい、ありがとうございます。少しだけじゃあ最後に。皆さんにクロージングとしていくつか情報を共有させていただいておしまいにしたいなと思っておりますが、さっき私たちにいつでも相談してくださいって言ったんですけど、コミュニティのスラックとノーションは皆さんにいつでも参加いただけるように開いているので、区役所の企画課と総務課に行ったけどこうだったっていうのが言ってたのと違うじゃないかっていうのがあれば、私たちにお気軽にお声かけいただきたいなと思っております。で、私たちからの発信としては、PTX のイベントだったりとか、Twitter の情報だったり、Slack の中にいろんなものが入っているので、特に相談したい場合は Slack が一番いいかなとは思うんですけど、またいろいろ知っていきたいよっていう場合であれば、PTX に遊びに来ていただいたり、イベントに Twitter を覗いていただいたり、記事だったりも展開しているので、こちらをご参考にいただければなと思っております。で、先ほどお話ししたアイディアさんも、来月ありますし、あとはハックデーですね。プロジェクト持ち込み型でみんなで考えてみんなで作るっていうのが、6月に17日で、51回目になるので、こちらはオンラインで、全面オンラインなので、どこに住んでいてもどこからでも参加できるので、こちらもぜひご参加いただけたらなというところですね。で、最後にすみません、アンケートにお答えいただきたくって、2、3分の短いアンケートになるんですが、皆さんがどんなこと知りたいとか、どんな話がしたいっていうのをいただいたものをもとに、これからもシビックテックライブだったり、ソーシャルハックデーをやっていきたいなと思っておりますので、共に作るというところの最初の一歩として、アンケートをまずご記入いただければなと思っておりますので、こちらのアンケートですね。QR 読み取っていただいて、ここから入っていただくでも大丈夫ですし、あとは、ちょっと URL をお送りするので、チャットにこちらで、パソコンとかの方はこっちから書いていただくと楽かなと思うので、どちらでも好きな形で大丈夫なんですけど、書いていただければ書いていただけるほど、石塚さんと山形さんと私が喜ぶので書いていただければなと思っております。で、本当に皆さんの、知ったきっかけ、イベントを知ったきっかけと内容についての感想だったりご意見だったりっていうところをいただけたら大丈夫なので、こちらもよろしくお願いします。はい、4分伸びてしまいましたが、1時間のシビックテックライブ、今日はこちらで終了とさせていただきたいと思います。皆さん、お時間いただきありがとうございました。ありがとうございました。またどこかでお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございます。ありがとうございます。くまくまくま